自民党の総裁選にしましょうか。総裁になった方の選挙区で僕が出て公開討論を申し込むと。小泉進次郎さんとかが優勢みたいな、確か神奈川の11区絶対逃げんな。政治家が政治家なのか見抜くために何を見ればいい。政治にしか生きる道がないやつがいたとしたら、そいつ政治家な気がします。他の仕事やれ。ズバリ兵庫県知事は選択肢の中に入りますか。まあ可能性は。つい先日まで東京に行ってまして、フォージャパンっていうアベマの番組の収録があったんですね。でその後に囲みの取材を受けて、まあ受けなくてもよかったんですけど、やってくれってリクエストがあったんで、まあ受けましたと。で、そこから X にも投稿したような、けしからん記事が出てきてたっていうね、エンカウントっていうメディアでしたけど、ネットメディアか。あの後、訂正というか、修正をしてくださったみたいですね。はい。なので、それ以上とやかくは言わないでおこうかなと思います。ただあれぐらいだったらいいじゃないっていう意見があるのは想定してたんですね。でその気持ちはわからんくないんですけど、何がいけなかったかっていうのをちょっと言ってみましょうか。タイトルが内容と逆の印象を与えるっていうポイントです。ただただそこにつきます。程度の問題はもちろんあるんですけど、だって国語の時習いませんでした？タイトル題名つけるのに中身を要約する、中身が伝わるようなものをつけろって言うじゃないですか。っていうか新聞とか読んでてそう思いません？新聞が唯一絶対の正義じゃないにしても、印象が逆転するようなタイトルの付け方はやっぱり良くないですよ、情報の担い手として。いや、それが読者に対してインパクトをもたらすのは分かるんですよ。釣りやすいし、中身読んだら逆じゃんっていうどんでん返しがあるっていうね。でも安易なんですよ。極めてデリカシーもないし、センスもない。そういうタイトルだなって思いました。いや、楽しすぎですよ。そんなんやったら何でもできるじゃないですか。なんだろうな。なんか動物園からライオンが逃げ出した、がどうするかっていう訓練をしましたっていう中身だとしたら、それ迷惑でしょ。でそういうのに慣れてしまうのが良くないなって思います。だんだん信じられなくなります、その情報ソースというか、そこに関わってる人たちが、あ、またやってんな、またホラ吹いてんなみたいな、狼少年になっちゃうんで、誰のためにもならないと思います。極めて短期的な利益を追求しちゃってるメディアがあるなと思って、あれは良くないっていうふうに思った次第です。どうでもないですか。まあ人によるのかな。受け止め方はもろもろだと思うんですが、まあ、僕はそのように考えました。まあ、ヤフーニュースとか、結構そんな嫌いがありますけどね。その囲み取材の中で出てきたんですけど、またねメディアの方が石丸現象、石丸旋風、ネット戦略かという、何かワードを今回生み出されたわけなんですよ。いや僕じゃないですよ、僕自分で言わないですか、そんなかっこ悪い、恥ずかしい。まあそういう呼び方をされるわけですよ。メディアの人たちとか、まああとコメンテーターなのか評論家なのか。ただ、それが一体何なのかがわからんまま人口に解釈してるっていうんですか。皆さんがあれやこれや言ってる状況が何ともコミカルだなと思って眺めてます。何ですか？石丸現象って。何を指して言ってんだろう。これ、ちょっと前に毎日新聞のインタビューでもその言葉が出てきたんですよ。ネット戦略とかね、石丸現象とか。何を指して言ってるのか、本人がわからない言葉を使うのをやめてほしいなって思いました。混乱すると思いますよ。僕自身が定義できない用語で僕の何かを語るっていうのは極めてアクロバティックな、
そんなんやんのみたいな気がしましたね。なので、地に足つけた報道というか、この対象との関わり方、堅く言うと分析ですよね。っていうのはやった方がいいんじゃないかなと思います。ノリと勢いで言説をどうにかするっていうのは極めて危うい行為じゃないかなという感想です。ちなみに、石丸現象はまあいいや。ネット戦略にしましょう。まあ石丸旋風でもいいや。今回、僕が都知事選に出て得票したと。で、少なくない数の、かなりの支持があったっていう。これを僕自身がどう分析してるかって、なんで誰も聞かないんだろうなっていう、不思議な気はしますね。なんで本人に聞かないんだろう。あんまり、まあ、断片的にあったかな。選挙 .com でちらっとは話題に出た気はしますけどね。でもそれこそ、誰かそういうのをインタビューして、記事にするか、雑誌のコーナーなのか、まあ書籍化するほどの厚みがあるかはわかんないですけど、やってみてもいいんじゃないかななんて思いますね。ということで、そうこうしてるうちに、21時になりました。皆さんこんばんは。石丸真二です。本日もミートアップオンラインにご参加くださいまして、誠にありがとうございます。さて、どこまで行こうかな。あ、乾杯だな。乾杯。さて、皆さん準備はよろしいでしょうか。3連休、明日からね、また忙しい方もある中、酒飲んでる場合じゃないっていう声もあるかと思うんですが、まあまあ、ね、20回に1回ぐらい、ビールでも飲んでみましょう。種で、グリーンラベルですけど。皆さん、準備はよろしいでしょうか。これ、チャットどうなってんだ？早いですね。はい。それじゃあ、お疲れ様です。乾杯。ね、今、堤真一さんが一番絞りから CM でされてらっしゃいますね。今日はですね、事前にリハックの振り返りからいこうかなと思ってたんですけど、まあ、案の定、大変なスパチャをもう投げていただいてるんで、とりあえずこっちから言ってみますね。これでも、すごい前から投げてくださってるから、もう多分皆さんの方では見えなくなってるんじゃないのかな。ホストの画面だとファンディング、視聴者ファンディングっていうので、遡れるんですね。よし、行くぞ。T さん。学校の先生の残業代の扱いが変わる。うん。13%。うん。これ、何やってんだ？これじゃ意味ないですよね。定額働かせ放題が若干、プライスダウンしたぐらいじゃないですか。プライスダウン、プライスアップで。プライスアップ。これじゃないだろう。ていうか、普通に残業代つけるようにしたらいいんじゃないですか。なぜ、この上限をつけるんだろう。確かに今、裁量労働制っていう制度が、まあ、だいぶ浸透して、そういう役職ありますけど、学校の先生に一律それをはめるってのは、どういうことなの？しかも裁量労働制ってあれですよ。企画型とかなんかそういう仕事ですよ。学校の先生ってそういう扱いでいいんですかね？なんか違う気がしますけどね。はい、ぜひ、今度の選挙の、何かしらの選挙の争点にしていただきたいです。教育の無償化とかの前にこっちやった方がいいです。絶対に。うん。供給サイドのレベルを上げる方が、広く国民に資するわけですよ。さあそうですよね。各家庭に財源ばらまくより、みんなが集まって勉強する学校のレベル上げた方がいいって思いませんか？はい。ぜひ、どこかの生徒を入れてみてください。りょうすけむ013。初スパ。うん。小野田、きみ。小野田君さん、ああ、はい、サインの方、をしてると。
今回の総裁選で岡山は加藤さんの推薦になったと、うん、事情わかるけど悲しい。同じ立場だったらどのように考え行動しますか。いや、同じ立場に絶対ならない人間なんで、ちょっと難しいですね、想定が。いや、石丸伸二だったら、周りの人がなんて やろうが関係ないですよ。自分が押す人を押すし、そうなるように周りを説得するないしは調整をかけるっていう、ね、かな。でも小野田さんもそれをやった結果ここに行き着いてるんじゃないかなっていう気もしますけどね。どんなんでしょう。まあ、それはご本人に聞いてみるしかないと思います。続いて太郎ハピネスさん、今週もリハクやニューズピックスで勉強したと、特に気になったのは、あ、内田みどりさんのコメント。若手向けに仕事の話をされてたのことですが、そのような話をするために心がけていたことは何か。すごくシンプルですよ。自分が逆の立場だったら何を聞きたかったかなっていうのを常に意識してました。でもそれは若手向けの話、仕事の仕方とかじゃなくて、マーケットの情報をセールスに伝えるときも、どういう話だったらセールスの人はお客さんに話したくなるかな、話すときに使いやすいかなっていう観点で考えてました。まあ、当たり前のことしか、心構えしか今出てこなかったんですけど、強いて言うなら、若手向けに話すときに気をつけないといけないのは、逆の立場だったらとか言いながら、自分の目線にならないようには常に戒めてたつもりはありますね。というのは、なんか自分語りをね、始めちゃうんですよ、年を取ると。なんか自分が、苦労した、頑張った、こだわりがある分野に限って、何かこうね、自分をよく見せたい、大きく見せたいっていう衝動はあるじゃないですか、人って。で、それはあるって認識した上で臨むと、まあ、割合コントロールが効くのかなっていう気はします。タッチさん、やばい、出遅れるって思ったら明日だった。ってことは、これ昨日のスパチャなのか。石丸カフェスパチャ投げる練習、木戸です。ありがとうございます。政治家が政治家やの政治家なのかどうか見抜くためにどこで何を見ればいいと考えてるか教えて。そいつが政治以外で何かやりたいことがあるか、できることがあるかどうかです。政治にしか生きる道がないやつがいたとしたら、そいつ政治家な気がします。だってしがみつくわけでしょ。そういう立ち位置であんまりいい政治の仕事できない気がしますね。あとこれまあ怒られるから、まあ、言いますけど、社会人のキャリアがもっぱら政治家、他の仕事やれ、議員の秘書からね。いやこれやでもなってる人多いからな、怒られるんだきっとな、うん、全員がとは言わないですよ。ただそういう人はもうなんだろうな、自分の生活の政権を立てるための手段として政治家を見ちゃってるんじゃないかなって。要は潰しが効かないというか、それ以外の仕事って困っちゃうんじゃないかな、まあ、あとすこぶる待遇が下がるから嫌だとか、ね、そうしたら、まあ、死ぬまでは言わないにしても、うん、3期4期5期とか続けたくなっちゃうんじゃないですか。あんまりな、文句ばっかり言うのは良くないから控えよう。メガネティーチャーさん、ズバリ兵庫県知事は選択肢の中に入りますか。まあ可能性はゼロじゃないんでしょうけどね。でも自分が兵庫県知事になる動機が見当たらなくないですか。いや僕の中にはないです。いや確かに兵庫に住んでましたよ、西宮に。で勤め先が姫路市だったし、駅の市長の時に、秋高田市長の時に、あの辺の市長には大変お世話になったと。ね、あの久本さん、神戸市長とか、その、なんだろう、ご縁というか、つながりはいくらかありますけど、だからといって、自分がいきなり兵庫県に行って知事をやるっていうのは、さすがに兵庫県の人、びっくりするんですか。ね、何が始まったのみたいな。いや、じゃあ東京都はいいのかっていう話もあるんですけど。まあ、ちょっと軽量が違うじゃないですか、都知事選と、
まあ大阪府はまああれか、いやでもやっぱり首都東京とそれ以外の道府県知事っていうのは趣が違う気はしますね、自分の中では。はい、亜生さん、美白で、うん、吉村さんとの対談を視聴したと。対談を振り返って石丸さんの感想をお聞かせください。吉村さんはまだまだ日本の政治に必要な人だなって感じました。大阪府知事としても、そうですし、それ以外の立場においてもなくてはならない存在なのかな。ああいう方はなかなかいないと思うんですね。あの吉村さんという存在そのものの存在もさることながら、ああいう立ち位置の方ですよ。弁護士から橋本徹に見出され、市議会議員になり、衆議院もやったのかな、でそこから知事までっていう政治キャリア、そうですね、ご活躍を勝手に遠くから記念しております。でもあの吉村さんと一緒に何かできたら面白そうですね。含みのある発言。何するんだ一緒に。え、お好み焼き焼いたりですよ。お好み焼きバトル。はい。なるか。あ、伊豆大島行きたい。あ、そう。伊豆大島行ったんですよ。リハック旅で。そう、先週ですね。2日ほど行ってて。まあ、それがまたちょっと大変というか、まあ、忙しかったんですけど。大島行ってきました。いやーよかった。いろんな美味しいものが食べられたし飲めたっていう、そんな旅でしたね。で今回もゲストが登場します。ぜひお楽しみ。続いてゆかちゃんさん、キャンドル8ドルもらいました。ありがとうございます。毎日のようにまるちゃんとの結婚生活を妄想してます。どうした？やばい妄想を止めるためにもとりあえず席だけ入れてください。チョコミンは毎日就航してます。カナダのどこなんだろうな。バンクーバーだったらまだ近いですよね。トロントは結構遠いよな。あーでも住んだらバンクーバーがいいな。トロントはね冬が厳しいんですよ。逆にバンクーバーは本当に気候がねちょっと雨が多いか、いやでもいい雰囲気ですね。あと何より街がなんか穏やかなんですよ。人の雰囲気が、人種が本当に混ざり合ってて、いろんな人種がいるのはアメリカもそうなんですよ。ニューヨークなんてね、ありとあらゆる人が世界中から来て住んで観光にも来てっていう場所ですけど、混ざってないんですよアメリカの人種って。コミュニティが割合分かれてて、黒人、白人、アジア人、アジア人の中でも日本人、韓国人、中国人とかね。それに比べてバンクーバーはなんかもっとねこうミックスされてる印象ですね。あの街中歩いてても白人、黒人、アジア人みたいなあのグループよく見かけるんですね。なんかその雰囲気が好きです。あ、でもじゃあせっかくなんでちょっと自民党総裁選の話とかしましょうか。というのはまず立憲民主党の代表選はもう、もういいです。いや、もういいですってのはなんかこう話にしにくくなって終わってるんで、枝田健二さんが出ないんじゃ僕何も言うことがないです。もう出んのんかいっていうね。枝田さん出てほしかったな。まあね、あとはもう立憲の中でしっかり議論して決められたらいいんじゃないでしょうか。ただあのまあ自民党の総裁選に関わるんですけど、総裁選の後解散総選挙いつするか問題、なんかこうしっくりこないんですけど、皆さんついていけてますか、あの流れに。今月中に総裁が決まる、総理大臣が変わる、なんだっけ、できるだけ早く
時間を置かずだったっけ、総選挙するって。で、与野党がそれぞれまたああだこうだ言ってるじゃないですか。何のためにするんでしたっけっていう、今さらそんなそもそも論をもう一回しといた方がいいんじゃないですか。今のこのタイミングだと野党は、それこそ野田さんとかだったかな、立憲の総裁選の直後に議論とか党首討論とかないままいきなり解散は良くないとかね言われて、まあそれはそこだけ言えばそうかもしれないですけど、一方で基本でも野党って早く解散しろと今しろって迫ってるじゃないですか、基本のスタンスが。何なんだろうなっていう、一貫性がないというか、一貫してるんですかね、僕が見落としてるのかな。し、与党のというか総理大臣の方に解散権はあるんですけど、党勢を維持するもしくは拡大するための解散って本来的じゃないですよね。いや、政治の常套手段、常道なのは知ってますよ、そりゃ。でも本来そうじゃなくないですか、ね、何でもかんでも国民に信を問やいいってわけじゃなくて、自分たちの議席が増えそうだったらするし減りそうだったらしないっていう、それだけでしょ判断基準。それだけじゃないかもしれないけど、それだけに見えるんですよ。ってなった時、与野党ともにね、もう国民からしたら冷めます。え、何なのこの人たちっていう、結局自分たちの都合でしか政治やってないんじゃないのってなるから、その来たるべき総選挙投票率下がったりするんじゃないかなって思いますね。正直今の状態での与野党の勝敗ってどっちでもいいって思っちゃいます。どっちでもいいっていうのは選べんと、争点もよくわからんし、何を基準にこの人たち議論するのかすら出てこない時に、別に郵政解散みたいなインパクトを出すとは言わないんですけど、例えば、まあ、憲法改正でもいいですよ。例えば自民党の中でね煮詰まってんだったらし、もうワンイシューでいきましょう、シングルイシューで、社会保障制度をどうするのか、どうもしないのか、それだけでもいいですよ。4年か3年かけて社会保障制度を抜本見直すぞって公約に掲げて出るか出ないかにしてください。じゃあ議論を直ちに始めた方がいいんですよ。なのにその話をせずに、口火さえ切らずに、ね、他のものでなんか争点こう上げてきてかわすってのが本当に国民のためにならないから良くないなって見てます。まあ、党首討論とかね、しっかり行われるべきですし、もっと言うと、広く公開討論会ってした方がいいと思いますよ。今の総裁選と代表選は身内じゃないですか。身内の討論会はやらんよりかはいいですけど、不十分ですよね。なので、例えば、次の衆院選は、それぞれの選挙区で、勝手に、それぞれやらいいんですから、公開討論会。公開討論会やるって立候補する人がいたら僕は応援したいですね。なんかそういう公約掲げてる政治家いないんですか？言ってほしいな。なんだろう、当たり前にそれ有権者のためになるじゃないですか。自分が勝つとか負けるとか関係ないですかね、有権者にとったら。有権者にとったら、どの候補が一番いいのか選びたいわけです。選ぶ材料を提供しないって時点で、もう政治家に向いてないと思うんですけどね。いや、まあ受け出したらキリがないとかね、さ、人数の都合であるかもしれないですよ。だからそれはそれで、じゃあ出ない人、出れない人は置いといて、出れる人だけでやればいいじゃないですか。で、なんかそういう時にメディアとかが公平性とかよくわからない言い訳で、ね、腰が引けるから本当盛り上がんないなと思って。じゃあどうしましょうか。この前立憲の代表てても代表選終わっちゃうんで、自民党の総裁選にしましょうか。総裁に晴れて
なった方の選挙区で僕が出て公開討論会を申し込むっていう、そういうシナリオにしましょうか。今どなたなんだろうな、小泉進次郎さんとかがちょっとなんか優勢みたいな報道もあったけど、少し風向き変わってますか。小泉さんだと確か神奈川の11区で、あそこほとんど対抗馬立てないでしょ。共産が出るぐらいじゃないですか。まあ勝てないからね。でそこに僕が出ると。出ます。で、小泉さんに、進次郎さんに公開討論を申し込むと。絶対逃げんなと。うん。逃げたら恥ですよ。総裁になって、総理大臣になっておきながら、自分の選挙区で討論会に出ないって、ありえなくないですか。いや、たとえその選挙勝ったとしても、他の人が迷惑しますよ。俺たちの看板こんななのって。でもっと言うと、世界から笑われると思います。一国のリーダーが、ね、勝って当たり前、絶対勝てる選挙で、討論から逃げるって、もはや世界に対して言うことないじゃないですか。何も言えないですよ。そんな人間。まあでもね、小泉さん以外の方がなられる可能性もあるんで、でも、どうだろうな、小林さんとかなんか討論とか好きそう、なんか受けてくださいそうな、あと、誰だろうな、石破さんとか、河野さんとか、高市さんも討論とかなんかお好きなのかな、うん、なんかまあ、いずれにせよ、総裁になって、総理大臣になった方の選挙区から出てみる、そこで公開討論を申し込むっていうのは、政治の活性化にはつながるじゃないかなっていう気はしますね。どうだろうな。あ、コバホーク。やっぱり小林さんなんかそういう話してくださいそうですよね。小林さんとかなんか別に総裁選終わるまでに対談とかできても、僕としては楽しめるんです。まあ受けないだろうな。自民党のなんか今勝手な推測で、一切僕に関わらないようにしてるんじゃないのかな、自民党の人。なんかそんな気がしますね。でも、これで小林さんがなんかそういう、いや、リハクの高橋さんやったらすぐ対談多分組んでくださってますよ。3日後とかに。きっと。うん、し、なんか、こんな話したら高橋さんからオファーがすぐ行くかもしれないですね。でも、そんたら面白いな、ね。小林さんが総理大臣に、なる道もあるわけじゃないですか、可能性も。で、そこに向けて、まあ、事前に討論をし、で、総理大臣になったらなったで、改めて衆院選の時に、改めて今度は選挙の舞台で討論するとか、ね、その区だけじゃなくて、選挙区だけじゃなくて、全国から注目を集めますよし、国民の意識が高まるとしたら、それだけでも政治家としてやる価値はあるんじゃないかなって思います。はい、ついで長引いちゃったな。東さん、自民党総裁選の立候補者を見て、石丸さんの影響を受けているように感じました。あ、そうなのか。急に YouTube を始めた方もいたんですね。まあ、でも別に冒頭ちょっと話しましたけど、ネット戦略ってそんな僕の専売特許、というわけでもなくて、普通に考えたら思いつくものかなと思います。衆院の話は今のでいいですか、ね、勝者の選挙区から出るっていう。まあ、そうですね。自民党の総裁の方が盛り上がりましたね。あ、てか、そもそも僕最初広島行くって言ってたぐらいなんで。あとは大丈夫かな。あ、毎日新聞の取材を先週受けてきました。唐突なご報告なんですけど、それが、この前、産経新聞がやったやつなんですよ。つまり、動画で撮影してて、それをフルで載っけるっていう。なので、もう近々アップされるのかな。あれは見応えあると思いますね。中身はね、1時間ぐらい、まあ今日のような話をしてましたね。あとはなんだろう、石丸旋風、メディアがどうとかこうとかっていう、うん。
でした。でもちゃんとノー編集で上げてもらえるんだろうか、それが心配ですね。これでも上がらんかったらな、ショックだな、うん、ちょっと毎日新聞ないなってなりますね。初スパ、ナッコさん、内田さんとあの後もいろんな話されたんですか。ああ、そう、してるんです、したんです。っていうのは、さすがリハック、あの WebX のステージでの後、個別に僕と内田さんを集めて、高橋さん対談させてるんですよ、1時間ぐらい。から、それがこの後出てきます。ほんとね、人使いが荒い。もうね、使えるときには骨の髄まで使い切るっていう。なので、あの内田さんとは対談をがっつりしてますなと。KM さん、はじめまして。勇気をいただき地元の市議会議員に立候補することを決めた。おお、マジで。あ、そうですか。うん、早速ポスターやビラの制作を業者にお願いしたら、たまたま都知事選で石丸さんがご利用になった業者さんと同じだった。あ、そうですか。あー、そういうことですね。いや、でもすごいな、市議選に出る。いやー、頑張ってくださいね。なかなか大変なことも多いかと思うんですが、ただ真剣にやればやりがいはもちろんだし、社会の役に立てる仕事だと思います。頑張ってください。亀吉さん、お知らせ。大阪府美濃市にある美濃キューズモールの物産展で、熊高さんの川根ゆず商品が展示販売されます。そうなんだ。21日から23日。あ、熊高さん来るんだ。皆さん、全国の熊高焦燥ファンの皆さん、21日午後に元秋田方市議の熊高さんが大阪の美濃にいらっしゃるらしいです。どんな活動してんだ。はい、でもそれで赤スパ亀木さん、ありがとうございました。さて、いやー、駆け足でね、全然終えなかったですけど、いや、本当今日もすみませんでした。頑張ります。僕も明日朝からしっかりと、定職にはついてないんですが、おかげさまでなんかやることは仕事があるので、はい、仕事をします。それでは本日もお付き合いくださいまして、本当にありがとうございました。それでは以上でライブ配信を終わります。お開きです。どうもありがとうございました。それではおやすみなさい。I want you, baby,